すいません、あの上本さんと山田さん、また来ないんですか。上本さんと山田さん、大至急ステージまで来てください。あの2人めっちゃ楽しみにしてたんですよ、これを。で、あの自分たちでタスキをそれぞれ作ってますから、上本賞と山田賞。おー、上本さん早く。山田さんは、山田さん早く、浴衣コンテスト始まるよ。ちょっと、早く山田さん、早く。ノロトロ来るんじゃない。2人待ちですからね、ちょっと座ってた。いや、これ本当楽しみしたんで。そうでしょ、もうこれしかないです。はい、座って。はいはい、お座りください。2人何人いるんかな。あ、21人。いや、めっちゃええやん。あ、24人や。来たね、やっと。はい、これもう毎年私楽しみしてる。もうあの、これが来るとエビスラウンド来たって感じ。そうでしょ。エントリーナンバー18番、します。チーム東洋タイヤドリフトの日々です。ゆゆです。これははい、プロクセス R1R からの浴衣です。これだからタイヤ柄なんすよ。はい、タイヤ柄の浴衣です。一番 D1 っぽい浴衣です。もうそうやな。はい、はい、そうです。これに投票せえんかったらな、どうなんやねんっていうことやな。そうですね。はい、もう点つけてください。はい、チーム東洋タイヤーズドリフトのひとみんこと、ひとみゆいかです。さあ、私の着ている着物の柄はオフロード用に、オフロード用の車につけているタイヤ柄で。あ、 D1 関係ないんや。はい、そうなんですよ。あ、そう、オープンカントリー MT ですね。お、はい、ギラが特徴になってます。で、ちょっと後ろの帯なんかも。はい、帯にはあのキラキラのアクセサリーがついてます。あ、これね。はい、はい、あと帯結びをちょっと 花柄にしてみました。なんかちょっとめでたい感じの。はい、はい、じゃあ写真いきましょう。はい、もう次の方乗ってきてください。はい、トネ1番ね。あ、1番です。はい、はい、トネフリッカのクミこと村山クミです。あのこの浴衣コンテストを出るということで、ちょっと一番お気に入りの浴衣を選んできたんですけど、はい、帯が非常に悩んで、あの急遽お店に行って探して。うわ、これこだわってるよ。こだわって。ガチのやつやな。そうなんですよ。で、あの後ろちょっと帯を、はい、こんな感じで。あ、こんな感じで自分で帯を結んだりとかやったんですけど、で、前もこだわったあの、あ、ちょっとねじってる、かわいくねじり入ってるよ。ねじりが入ってるんですよ、小さい。うん、あ、じゃあもう写真です。はい、はい、じゃあ写真どうぞ。次の方どうぞ。ここからも順番かな。2番、はい、デスティヌタイヤチームベルテックスの黒襟こと黒沢恵里です。黒襟でした。日本人です。じゃあまた山田さんのポイント入る。ちょ、これはこだわりは、これはですね、あのベルテックスのマシンに合わせた柄の浴衣となっています。冬野さんとこのね、ソーラに、はい、で、また私ちょっとあの着付けも習っていたので、ちょっと凝った帯留めとか。ちょっと後ろはこんな感じです。あら、2番です。じゃあちょっとマイクちょうだい。じゃあ写真どうぞ。はい、次の方どうぞ。今年度のアキュームガールを務めさせていただいております、八木沢彩香と申します。メイクも変えてるやん。はい、気合入ってます。気合入ってるね。今日はもうクイーン狙ってるんでしょ。はい、クイーンを取りに来ました。この宝物の浴衣です。宝物の浴衣です。宝物の浴衣ですよ、はい、これはあのもうおばあちゃん天国に行っちゃったんですけど、おばあちゃんがこのパターンか、くれたこのパターンって何ですか。いや、このパターン得点入んのよ。本当にあの3年ちょっと前におばあちゃん亡くなって。おばあちゃんあ、いいですか。あ、どうぞ。はい、あの私東北生まれで、東北生まれ、はい、岩手県なんですけれども、はい、うわ、これはもうちょっといい攻め方すんなお前。東北なんで絶対おばあちゃん
見てると思います。おばあちゃん、あのばあちゃん見てるよ。さっき雲のお前たちバッチが当たるぞ。雲の間から、雲の間から、はい、おばあちゃん出てきたんですよ。おばあちゃん見てきた。いや、これは特大だ。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、写真お願いします。次の方どうぞ。いや、これはね、確か去年もね、おばあちゃん系のね、ありましたから、これ得点低かったら地獄に落ちるぞ。はい、皆さんこんにちは。4番のあやなんこと白石あやなです。ああ、こだわりは、こだわりは誰か死んだ人いひんか。あやはいないです。あ、でも、お花、お花な、これこれちょっとお花、ちょっとお花、お花、これ合わせてきたね、これとね、合わせてきました。おー、いいよいいよ。あと、扇子、扇子作った、作った、じゃん。あ、自分の扇子、めっちゃ下手。え、なんかすごい。では写真撮ったようです。はい、次の方どうぞ。はい、写真撮ってください。5番のソーカモナです。5番、ワンリはクールなイメージだと思うので、今日はちょっとクールな感じにしてみましたけど、どうでしょう。あ、これ黒と紫合わせて、こうまた帯ねじってるね。そうなんです。後ろはどうなってるんですか。後ろはこれです。あ、大人っぽいですね。これも衣装です、はい、いやいや、手怪我してこれ階段から落ちたんです。はい、写真です。はい、次の人はどうぞ。え、カーボンなわけないやろ。カーボンじゃないか。6番、ワンリガールズのラノちゃんこと桜のゆかです。ラノちゃん、はい、 G カップなんだって。 G カップです。 G カップ、 G カップですから、ラノちゃん。ちょっと今潰してるんであれなんですけど、 G カップです。あー、残念、俺ね、おっぱい政治じゃないよ。あー、俺でもだいぶ得点入ってるから今。じゃあ、浴衣を、あ、浴衣お願いします。はい、まあ、夏祭りということでちょっと華やかなものを。これなんかちょっ と、お花ですけど、花火にもちょっと見えるような。はい、で、実は結構このワンリの皆さんの車の色とかを入ってるなと思ってこれにして、で、帯も何本か用意したんですが、今日はやっぱりチームオレンジの活躍が目立ったかなということで、ちょっと帯をオレンジにして、オレンジ、ね、で、まあ、やっぱり明日は高みを目指してということで、帯締めを金色にしてみました。すごい、もうチームへの媚び方が半端ない。愛です。じゃあ写真撮影です。次の人どうぞ。はい、チーム平島トヨタウィズドルーピーの松原さえです。よろしくお願いします。はい、さえちゃんです。こだわりはどこですか。はい。こだわりは、私浴衣を3枚持っていまして、で、今年コミケで2枚来ました。なので3枚目なので、3度目の正直ということで、こんな感じです。そうですか。はい、よろしくお願いします。全く意味が分かりませんが。はい、じゃあ写真撮影。写真撮影。はい、次の人どうぞ。はい、ドルーピーの大塚理子です。よろしくお願いします。はい、8番ね、8番。8番よ。はい、8番、ハントです。はい、こだわりをお願いします。ドルーピーに似合わないピンクを着てきました。なんで。ドルーピー激。ドルーピーにピンクはないもんね。ピンクじゃないです。もうなんかどっちかって悪いイメージですよね。もう本当その通りです。かんざしが刺さってるんですか。そうなんです。これとちょっとかんざし見てください。かんざし、ほら、ぶっ刺してきました。ぶっ刺してきた。はい、はい、じゃあ写真これでも大学の一番大事な友達にもらったかんざしで。その人生きてるよね。いや、生きてるんですけど。じゃあいいです。写真撮ってお願いします。はい、じゃあ写真撮って、はい、次の人はどうぞ。スタンドアップのレースキンディレッドチャーツの平崎夏香です。こだわりをお願いします。こだわりは10年前ぐらいに買った浴衣はすごい久しぶりに着たところです。あ、これ10年前の。いや、でもすごいおしゃれ、はい、え、10年前のものは私着れるんですか。そういうこと。いや、でも浴衣は着れるんじゃないですか。浴衣着れるんで黙っててください。ありがとうございます。ダメだよ。まあ、いいよ、まあ、そういう話もありました。じゃあちょっと写真撮影いきましょうか。はい、9番ね、9番。はい、いいですよ。次の人どうぞ。はい、
ナルップのレスクインディレクターチュアーズのサワスミレです。こだわりですよね。こだわりどうぞ。本当にないんですよ。お母さんがあなたに一番似合うって、ね、お母さん生きてるよね。え、お母さん生きてるよね。いや、やめとけ、嘘つくな。いや、嘘はつくな。嘘はつくな。生きてるよね、元気やんな。去年なんですけど。いや、元気やろ。50歳迎えました。あ、よかった、元気です。ありがとうございます。その母が選んでくれて、なんか全部金魚なんですよ、柄が。あ、ほんまや、そう、金魚ですよ。いや、こういうとこも見てる？見てる。見てないやん。見てる。これ金魚です。ほら、これ紫と合わせて。はい、うん、だから母の思いがたくさん残ってる浴衣なので。いや、お母さん元気ないから。はい、はい、写真撮影です。次の人どうぞ。いや、これね、23人いるからね。24人いるから。はい、皆さんこんにちは。グッドライドレーシング、グッドライドレディの妹、佐伯美優です。はい、美優美優って呼んでください。よろしくお願いします。はい、見どころ？いや、見どころ、こだわりや。こだわりは、いや、一番ポップな柄で多分来たと思うんですけれど。あ、誰よりもポップで。そうです、さくらんぼですから。はい、そうです。あとピアスも見てください。あ、ピアスもチェリー。あ、そうなんです。ちょっとチェリーですよ。あ、そうです。慌ててきましたよ。そうです、多分一番派手な柄で、やっぱこういうの好きなんで。いや、まあ、あんまない柄じゃないですか。大体お花ですから。そうです、伊東洋華堂で買いました。伊東洋華堂で。場所言わなくていいですけど。では写真撮影どうぞ。はい、次お姉ちゃん。グッドライドレーシング姉のゆきれいさです。はい、今日のこだわりは、今の本物の妹。はい、そうなんです、私たち実の姉妹です。はい、妹がポップに対して、私はちょっとなんか着物っぽい感じを。いや、でもちょっとおじさん、爪がスイカやで。爪がスイカの柄ですよ。はい、実は私のペディキュアは今回はスイカにしてます。スイカですよ。ぜひ近くで見てください。スイカ好きやろ。夏祭りにぴったりや。はい、今日そのためにちゃんと合わせて、はい、合わせてきたんで、ぜひ近くに来られた際は見に来てくださいね。スイカボイド入ってよ。じゃあ写真撮影、次の方どうぞ。パシフィックレーシングチームダンロップを応援するドリフトドリーマーズの有馬奈々です。今回は衣装が緑色のコスチュームなので、コスチュームを意識して緑色の浴衣を着てきました。いいね。はい、帯も緑でいいんじゃないの。はい、帯も緑色で統一してきました。15番よ、15番。いいよこれ。15番です。渋いよこの浴衣。はい、じゃあ写真撮影いきますね。はい、この色なかなかないです。じゃあ次の方、食い倒れの人形ですよ。いや、私それちょっと、いや、先言われちゃった。あ、そうじゃないのこれ。知らんじゃん。そうや、先言われちゃいました。あ、じゃあ、はい、自己紹介から。パシフィックレーシングチームダンロップを応援するドリフトドリーマーズの伊佐川千穂です。チーコロって呼んでください。聞こえない、チーコロです。はい、私は大阪出身なんですけれども。やっぱり、はい、食い倒れや。先にもう言っちゃった。どうと思いの食い倒れや。大阪出身の下りから行くの。いや、そうや、大阪の時なんか一人だけ違う方向帰ってたもんな。そうです、実家に帰りました。はい、なんでこれを昨日買いました。はい、いい値段しました、食い倒れ。おいくらぐらい？2万近いです。あら、はい、さっきの6000円とだいぶ違う。高いじゃないですか。はい、お金はある、やめてください、その言い方。じゃあちょっと写真撮っていきましょう。16番ね、16番、チーコロ。はい、はい、次の方どうぞ。はい、2017パシフィックレーシングチームダンロップを応援するドリフトドリーマーズの藤崎ゆりかです。はい、普段コスチュームで白とかグリーンとかブルーのイメージがあるんですけど、ピンクだね。ピンクもすごい好きなので、ピンクと黒の浴衣と、あとユリが好きなのでカサブランカの浴衣で来ました。ユリの柄ですね。はい、お花の種類言うてるんです今。はい、ユリ、あ、ユリです、カサブランカです。はい、終わり。じゃあ写真撮影いきます。はい、
いいよね、あの下げてるやつもいいよね、これね、巾着。はい、次の人。はい、エクサリーレーシングガールズのマッチこと清瀬マッチです。私実はこう見えて着付けの資格を持ってたり、あの世界大会出場したり、着物には結構自信があるんですけど。これはポイント高いんじゃないですか。いや、ある世界大会って、あ、東京です、日本なんで。そう、全国大会も優勝したりはしたんですけど、ちょっと今日あまりにも手をかけずに超シンプルに来ちゃったんで、ちょっとあの蝶々ね。でも蝶々のこのポイントがええやないの。蝶々、はい、飛ばしてごまかしてみました。蝶々が止まっていいですよ。はい、ちょっと夏っぽく。え、いやいや、これもうマッチが可愛くてこう止まってしまったという。はい、では写真撮影どうぞ。インターナショナル感が出てる。いいでしょ。はい、次の方。はい、2017エクセリーレーシングガールズのアリトランこと有村ゆかです。今日のポイントはエクセリーということで、ちょっとピンクの帯を非常に着てみました。はい、はい、紺にピンクで、ピンクが映えるような感じです。他は、あとあのウエストが細すぎるんで修正したみたいになってるんで、タオルをガンガン入れました。タオルは、1枚入ってて、あとハンカチも入ってます。いや、それいや、もうね、ウエストがむちゃむちゃ細いぞ、この子。51センチってキャップ、もっとしゃべらせてあげろよ。もうほら時間ないから。はい、じゃあ写真撮影お願いします。はい、次の人はどうぞ。名前とこだわり。はい、緊張する。こんにちは。あ、お疲れ様です。こんにちは。エントリー番号ですか。ちょっともう、はい、メイクも変えてるやん。エントリーナンバー22番。いや、出てくんなよ、そんな緊張するから。カメミオです。今年 D1 グランプリ1年目で、すごい良かったってことで緊張したんですけど、あ、これ全然手入らないわ。一番好きなピンクを着てきたんですけど、そう、頑張ってたよ。履いてるあの振りで、でも、あの一番好きなピンク着たんですけど、パンツがあのサバンナ柄で、聞いてないわ。ヒョウ柄なんで、サバンナ柄のパンツなんか買うな。トータルコーデできなかったなと思って。いや、見えへんから。自信がないんですけど、帯が金色なのが、ポイントで、自分で頑張って結びました。上手にできてますか？泣きそう。もうええやろ。お前のショートコント、もうええか。じゃあ写真撮影や。写真撮るんですか？撮るわ。やだ、恥ずかしい。いや、もう撮られてんね、今もう。重いな、やっぱり。これの使い。いやいや、それを掲げて、あの、犯人みたいにやれ。捕まった人みたいに。笑いに行った方がいいんだよ。手入れた？はい、次の人どうぞ。面白い。はい、交代。頑張り感が。よし。耳た時間だよ。あ、そっか。あの、谷本さん、山田さん、岸さん、ありがとうございました。いや、どういう設定なの。すごい田舎もんな。やばい、この後やりにくい。でもサバンナ柄のパンツ履いてるじゃあ、自己紹介して。あ、自己紹介。こだわり言うて。はい、皆さんこんにちは、D1 グランプリのミス流暢こと霧島聖子です。ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。こだわりポイント、やっぱり私 D ラビッツというイメージがあるなので、 D1 グランプリといえば黒ということで、黒の浴衣を選びました。いや、勝手に思ってるんで、ほっといてあげてください。え、何ですか。これでもあの、はい、これも全部合わせてるんやろ、トータルで。あ、そうですね、なんかいい具合になんか桜で合わせていますね。どうですか。近い。あ、いや、この子ね、あの変な子なんですよ。はい、いや、もうあの根っこが変なんです。あ、うん、そうですね。よく興味ってじゃあ写真撮って、番号と、はい、23番ね。23番聖子です、聖子。23番聖子。はい、鳥です、鳥。着物のポーズ。はい、じゃあ次の人どうぞ。あ、あれですか。はい、交代です。ありが
はい、24番あやっちいきます。あやっち、はい、はい、あやっち真ん中まで行って名前とこだわり言ってくれる。はい、リーダミッツの藤谷彩香です。はい、はい、私のこれこだわりですか。こだわりは、結構みんな派手な浴衣を着てくると予想したんで、このちょっと落ち着いた感じをイメージしました。でけど帯は赤と黒ではっきりした色でちょっとポイントになってます。こんな感じです。あ、これ帯いいじゃないですか。センスいいですよ。赤と白と、あ、本当ですか。お、黒と赤のコンビどうですか。おお、やった。まさかの好感触です。まさかの予想外でした。これはあ、ちょっとねポイントはね何ポイントあるか分かりませんけど、じゃあ写真撮影。はい、はい、あのですね、コントロールタワー下でスイカを配っておりますので、よろしかったらぜひあのもらって食べてください。コントロールタワー前でスイカを、あ、もう以上です。24人、はい、終わり。これで終わりでございます。はい、以上で。まんねえな。ちゃんと差つけてます。いや、あのね、結構ポイントが俺的にはね、いろいろいっぱいある。いっぱいあるのね。いや、ちゃんとあの点数分けてる。分けてる分けてる。OK。今のところね。はい。じゃあやち OK。はい。1番、2番、7番。いや、言うても、言うても打てるやん。22かな。23、24。うわー。23、24って D ラビッツやん。一応ね。身内やん。気を使ってる。気を使ってる。はい。ということで、これは後ほど、あのコース内のところのビジョンの前にステージが組まれますので、そちらで、上本賞、鬼軍曹賞でしたっけ、え、そうと、ターザン賞。じゃあこれ、これもそうそう、き、あ、そうそう、あ、そうそう、あの上本賞とターザン賞だけはチェックしておいてください。チェックじゃないでしょ。そうそう、同じ人じゃないよね。違った。 OKOKOK。はい、でそれ発表しますから、あと2017ミスという方も発表いたしますので。俺らはいい、はい、俺らはもう終わりです。はい、スイカをですね、無料ですよね。え、あのオレンジ、あのチームオレンジのテントのところでピザで、あのコントロールタワー下ではスイカをお配りしておりますので、あのぜひ皆さん食べて帰ってください。まあ夏祭りまだ続きますから、はい、欲しい人もらってください。スイカ欲しい人はスイカ、はい、スイカも無料ですよ。ほぼ端っこだけど、見てください、この人気の皆さん。ほんまや、はい、あれ、あと一人いた。あと一人誰ですか。もう一回、あと一人、じゃあ、はい、じゃあもう一回、最初はグーじゃんけんほい、くるくるパーの人。最初はグーじゃんけんぽん。私かも。グーの人。最初はグーじゃんけんぽん。チョキの人。お、はい、おめでとうございます。ポストカードとじゃんけんすごい勝ったね。ケンダのネームカード。どうも、野村さん行きますか。野村さん、むむむ、はい、予選通過おめでとうございます。おめでとうございます。怪しかったね。アルゼンチンかみたいな。でも今日はね、IT 何ある？ AI、 人工知能攻略したね。クリット。どうす？野村さん、イケメンランキング第2位です。おめでとうございます。おや、どうもこのコンテストにちょっとなんか偽りを感じるね。いや、あの、谷口耳悪い。ある。イケメン。あ、野村先輩第10位。イケメン？田口が10位。もうね、イケメンってもうマジ。何かと間違って投票してるんだよ。ね。まだ何をくれるんですか。さっき走ってくる時に落とした帽子。ちょっと汚れたんですけど。知ってますね、このメーカー皆さん。世界の三大ブランド、シャネル、ルイ・ヴィトン、ダンロップ。三つ目ですよ。ゴムといえば。そうそう。さあ欲しい人、上で見てやるんで買ってください。あげて、まあ、あげた。はい、じゃあじゃんけんしますよ。同じもの、じゃんけんぽい。ゼロ、いません、ゼロ、はい、後出しはダメ。
メですよ、通常のじゃんけんでいきます。了解ですね。最初はグーじゃんけんポイ、はい、グー、最初はグーじゃんけんポイ。今度は難しかったですよ。最初はグーじゃんけんポイ。なんとくしくもむさ苦しい男が3人かと。はい、4人で、はい、どこですか。最初はグーじゃんけんポイ。スイカだからやなんと野郎が勝ってしまったので、もう一回マジか、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと谷口さんのそれをメインで。これだってなんか投票し、なんか抽選した人にあげるんじゃないの。いや、それがもうちょっと今こういる人でってことで。ああ、なるほど。それ引いてたらもう時間かかっちゃう。じゃあこの邪魔くさい荷物になるのが欲しい人。東京と恵比寿と黄色いのついてるのが東京。ポスターに谷口さんのサイン入っております。はい、じゃあ俺持ってるからじゃんけん、はい、じゃあ同じの同じの出した人、はい、行こうってこと、はい、はい、じゃあ谷口さんの最後まで同じの、はい、最初、あれなんてやってみたいの。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。あ、いた、いるいる、いた、おめでとう、おめでとう。どっちがいい、東京と恵比寿。え、なんでやねん。東京と恵比寿どっちがいい。さあ、どっち。真剣白羽取りに成功したら。お客さんや。あ、じゃああと一人。じゃあ普通にじゃんけんで。普通にじゃんけんね。いいですか。はい。最初から。初期は。あ、いたいたいた。二人いる、二人。二人でじゃあじゃんけんしよう。二人でね。最初はグー、じゃんけんぽい。どうだ。あ、後ろの子、おめでとうございます。はい、真剣白羽取りの試合。まず武道は0から取ればいい。これはダメです。もうちょっと広げて。100やおめでとうございます。ありがとうございます。はい、でこの後このコース内のところ今準備してるんで6時半から入れるんですよね。もうでも28分やからもうすぐ入れますから、あの中に皆さんこの後入ってもらいますんで皆さんもお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、野村さん、谷口さん、岡田先輩、田口和也、ありがとうございました。だって、今日いい休憩時間だから。だって、そうだな。
シルビアだったシルビアだったレスリーせんじゃんもうだから明日シルビアを考えるどこやあれみんなが吹くこれ俺が1本目で亀裂出たからじゃあ2点は振り出した何回振り出そうと1番目もう酔っ払ってる俺は集合駅前集合大丈夫ですかHey, what are you doing?
やっぱね、はい、ノンアルです。ノンアル ノンアル、すでにくどいね。ノンアル、すでにめっちゃ下がったノンアル、もういいノンアル、わかってませんから、もういいですね。だからじゃん、ランキングライスじゃないです。最高ですよ。 11位は時田正樹。
いい自慢じゃないですか。あれ3位になってたらしいのなんだ。正則のせいですよ。あれ3位になって読めないですよ。いやそこじゃなくてその次のとこに行ってるんですよ。僕じゃなくてそれ入ってれば、ね、まだまだはい、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 
だ、ファイヤーから。そういうために1コーナーがいる。まあね。ちょっとね、1コーナーアピールなの。ここに出てる？終了。